今回はインストゥルメンテーションアンプについて簡単に紹介します。これがインストゥルメンテーションアンプの回路図です。オペアンプを3つ使っていて抵抗もたくさんついていますけれども、なんかこう均整が取れていて美しい回路構成ですよね。オペアンプで構成されたインストゥルメンテーションアンプというのは作動増幅回路の一種です。というか作動増幅回路を改良した作動増幅回路です。日本語では計装アンプとか計測アンプなんて呼ばれたりしています。その名の通り、この回路はセンサーをつなぐ目的で使われることがとても多いです。今回の動画は動作理論に関する解説を一切省きます。そのあたりの解説は別の動画を作ってそっちでじっくりやりたいと思っていますし、YouTube を検索すれば作動増幅回路の解説動画はたくさんあるかもしれませんね。まあそのようなわけで、この動画ではインストゥルメンテーションアンプの入門編として動作理論を省く代わりに、この回路の用途や使い方について説明していきますので、どうぞリラックスしてご覧ください。この動画ではオペアンプの非反転入力をプラス入力、反転入力をマイナス入力という呼び方で進めていきますので、ご了承ください。冒頭でも述べたように、インストゥルメンテーションアンプは作動増幅器を改良したものです。ですので動作は作動増幅そのものです。回路を見てみましょう。この部分が作動増幅回路になっています。作動増幅器はインプット A とインプット B の電圧差を増幅して出力します。作動増幅回路の増幅率が1倍であれば、インプット A とインプット B の電圧差がそのまま出力されます。例えば増幅率1倍の作動増幅回路であれば、入力が 3V と 1V の場合、出力は 2V、 入力が 2V、 3V であれば出力は -1V、入力が 5V、 5V であれば出力は 0V。 当然 0V、 0V であれば出力 0V ですね。 3V、 3V でも出力は 0V となります。抵抗値の決め方は RP=RN、RF=RG の条件を守ります。RP と RN の抵抗値を全く同じ値にします。そして RF と RG の値も揃えます。RP と RN、RF と RG の抵抗値がきちんと揃っていないと、作動増幅回路はちゃんと動かないので、プラスマイナス 1% 以下の高精度抵抗を使いましょう。増幅率はこの計算式で決めます。RP の値は非反転増幅回路と同じ感じですね。RP は 10kΩ で、RF も 10kΩ にすると1倍増幅。RF を 20kΩ にすれば2倍増幅です。RP=RN にしますから、RN も 10kΩ です。そして RF=RG にしますので、RF を 20kΩ にしたならば、RG も 20kΩ にします。出力電圧はこの式で計算できます。入力信号 V1 と V2 の差を増幅率で掛け算するだけですね。作動増幅回路には欠点があります。一つは入力インピーダンスが低いということです。もう一つは2つの入力が対照的でない、非対称という点ですね。作動増幅回路の用途として、センサーを使うことが多いわけです。例えば、センサーから来る微弱な電気信号を作動増幅回路を使って比較する場合、増幅回路の入力インピーダンスが低いと、電流がいっぱい流れてしまうので、センサーの出力のような微弱な電気信号を増幅するには向かないわけですね。作動増幅回路の入力インピーダンスは、もろ RP と RN の抵抗値ということになりますから、信号を正確に測定するには不向きです。もう一つ、作動増幅回路は2つの信号の差を取るという使い方をしますので、インプット A とインプット B が同じ条件の方が良いわけですよね。でも、作動増幅回路はこの通り非対称です。この2つの欠点を解消したのが、これから紹介するインストゥルメンテーションアンプというわけです。
以前アップロードしたこちらの非反転増幅回路の解説動画の中で、非反転増幅回路の特徴として入力インピーダンスが高いということを説明しましたね。非反転増幅回路の場合、入力信号はオペアンプのプラス入力にダイレクトに入る。つまり、非反転増幅回路の入力インピーダンスはオペアンプの入力インピーダンスそのものだというわけです。バイポーラオペアンプなら入力インピーダンスは数百メガオーム。CMOS オペアンプであれば入力インピーダンスは数百ギガオームから1テラオームもあります。この非反転増幅回路を作動増幅回路の入力につないでしまえば、ほら、入力インピーダンスが低いという欠点は一気に解消できます。そして、作動増幅回路の入力非対称問題も同時に解決してしまいました。これがインストルメンテーションアンプです。抵抗値の決め方については、抵抗 R ゲイン1本を除いて、他の抵抗をすべて10キロオームにしてしまうのが一番簡単です。インストルメンテーションアンプの増幅率の計算式はこんな感じです。この式を見るとわかる通り、非反転増幅の増幅率計算と作動増幅の増幅率計算の両方が含まれていますよね。だったら作動増幅の部分で増幅率を設定しても良いかというと、そうでもありません。インストルメンテーションアンプや作動増幅回路に同じ電圧の2つの信号を入力すると、理論上は引き算されて 0V になりますよね。実際は抵抗にばらつきがあるので、ど真ん中で 0V にはならないんですけれども、どれだけ 0V に近い値が出せるかが、インストルメンテーションアンプや作動増幅回路の性能になるわけです。作動増幅による利得と同走利得の比を CMRR、同走信号除去比と言います。この性能が RP、RN、RF、RG、4つの抵抗の精度にかかってくるわけです。ですから、インストルメンテーションアンプの性能を上げるために、RP、RN、RF、RG の完璧な 10kΩ セットはいじりたくないわけですね。ということは、増幅率の計算式のこの部分だけ、つまり非反転増幅回路だけで増幅率を決めることになるわけです。でも、その方が楽ですよね。だって、R ゲイン1本のみで増幅率を決めることができるわけですから。これとても都合がいいですよ。R ゲインを可変抵抗にしてしまえば、増幅率を自在に変えることができますからね。汎用オペアンプ3つ使って、インストルメンテーションアンプを組み立てる場合も、作動増幅回路と同じように、誤差 1% 以内の高精度抵抗を使いましょう。でも、インストルメンテーションアンプについて言えば、実のところ、インストルメンテーションアンプの IC を買ってしまった方が手っ取り早いです。少々値段は張りますけれども、これを買ってしまえば面倒な配線をする必要がありませんし、何よりも確実に正確に動作をしてくれます。使い方は簡単です。インストルメンテーションアンプ IC は、R ゲイン以外の部分がワンチップに収められているので、この R ゲインだけユーザーがつなげてあげれば使えちゃいます。しかも製品によってはご丁寧にデータシートにゲインごとの R ゲインの抵抗値をリストにして載せてくれていたりもします。オペアンプ3つで組むよりもはるかに高性能です。両電源回路であれば VREF 端子をグランドにつなげてあげればいいですし、単電源回路であれば分圧回路で2分の VCC を作ってVREF 端子につなげてあげれば OK です。ちなみに、オペアンプ3つで作ったインストルメンテーションアンプの単電源の使い方はこのようになります。インストルメンテーションアンプの用途についていくつか例を挙げましょう。インストルメンテーションアンプの2つの信号の差を出力するという特徴を利用して、圧力センサーのドライバー回路に用いられます。圧力センサーは圧力の変化を抵抗値の変化として出力します。ダイヤフラムを抵抗ブリッジ回路の一部として用いて、そこに低電流をかけます。その2つの出力をインストルメンテーションアンプにつなげれば、圧力の変化を非常に正確に電圧の変化に変えることができるわけですね。またこんな風に心電図を測る機械とか医療機器に使われたりします。
作動増幅回路の同じ波形を打ち消し合ってゼロにするというのは、電気信号からノイズを取り除く方法として、私たちの身の回りの様々なところで利用されています。例えば、オーディオ機器のノイズキャンセラー、コンピューターネットワークの LAN ポート、USB 規格、HDMI 規格、シリアル ATA、PCI Express などなど、これらはデジタル作動伝送の実用事例ですね。もう一つ、インストゥルメンテーションアンプ、作動増幅回路の活用例を紹介します。作動増幅回路のインプット A、インプット B それぞれに何らかのセンサーをつなげます。センサーと作動増幅器にアクチュエーターとアクチュエータードライバーをつなげます。全く同じ装置をもう一つ用意して、一つを左右担当、もう一つを上下担当としましょう。そして、この装置に推進力を与えます。目標物に向けてこの装置を発射します。例えば、このセンサーが赤外線センサーだったりすると、このような動作をしますよね。4つの赤外線センサーが目標物を真ん中に捉えていると、左右担当の作動増幅回路の出力は 0V、上下担当の作動増幅回路の出力も 0V。つまり、アクチュエーターは動きませんので、この装置は目標物をめがけてまっすぐに飛んでいきます。この時、目標物が進路を変えると、左右の2つのセンサー、上下2つのセンサーともに違う電圧になりますので、アクチュエーターが動きます。そうすると、この装置は目標物を真ん中に捉えるまで、それを追いかけるように方向を変えますよね。例えば、目標物が装置から見て右上に進路を変えた場合、右のセンサーと上のセンサーの進行が強くなります。作動増幅回路は左右上下の信号の引き算をして、右側のセンサー信号のみ、上側のセンサー信号のみをアクチュエーターに伝えます。アクチュエーターによってラダーとエレベーターが動き、装置は目標物を真ん中に捉えるまで進路を変えます。そして目標物を中心に捉えたら、作動増幅回路の出力は 0V になるので、アクチュエーターも中立位置に戻ります。目標物が左下に進路を変えた場合でも同じです。作動増幅回路は左側のセンサー信号と下側のセンサー信号を不電圧として出力し、アクチュエーターに不電圧の PWM 信号を送るので、この装置は目標物を追いかけて左下に向かいます。こうして、この装置の4つのセンサーは対象物を捉え続けて、ずっと対象物を追いかけるわけですね。この装置のセンサー部分を圧電素子に付け替えて、推進力は二重反転スクリューで作ります。そして、音波発生装置も付けてみましょう。これを水中で走らせてみます。定期的に決まった周波数の音波を発生させます。音波は目標物にぶつかって反射波として返ってきます。当然、目標物に近い圧電素子が反射波が一番強いわけですから、二つのラダーは対象物の方向に動きますよね。こうしてこの装置は目標物を追いかけるように進んでいくわけです。最後に、このシステムはちゃんと動きますよという証拠動画を載せておきます。ここに映っている装置は、アクチュエーターではなくステッピングモーターを動かしていますが、基本原理は同じです。この映像の装置についているセンサーは、赤外線センサーです。2つの作動増幅回路につながった4つの赤外線センサーが炎を追っていますよね。作動増幅回路の出力が静電圧なら、モーターは右回転、不電圧なら、モーターは左回転します。この装置の実際の回路説明や製作過程については、また別の動画で紹介したいと思います。では、今回はこんなところです。最後までご覧くださってありがとうございました。